大きな荷物を持った人で混雑する新千歳空港。今年は明日から3連休ということもあり、お盆休みのラッシュが始まっています。札幌でいろいろな美味しいものを食べようかなとは、はい、食メインで関東は暑いのでちょっとでも量を求めに、はい、来てます。孫に会えるのが楽しみにしてくれているので。航空各社によりますと、道内各地を発着する路線の予約率は8割から9割となっています。道内の空港への帰省ラッシュのピークは明日と明後日、 Uターンのピークは17日です。